比嘉忍議員。おはようございます。おはようございます。それでは沖縄自民党無所属の会、比嘉忍、9月定例議会一般質問させていただきますが、その前に、所見地域の行事を紹介させてください。まあ、沖縄ではこの季節、豊年祭の季節になっているかと思います。旧暦8月15日を中心に多くの地域で豊年祭が行われております。主に、豊年祭では家内安全、無病息災、子孫繁栄、豊年満足などが祈願されております。まあ、それぞれの皆様方の地域でも執り行われていると思いますが、我が名護市においても55かあざございますが、ほとんどの地域で行われております。矢部区や中山区、宮里区や名護市区などでも行われました。まあ、今週金土日曜日には、金土曜日には私と山里県議の居住区であります大西区をはじめとする大東区、大中区、大南区、大北区の5区で構成する、これポンガネ区と言いますが、今申し上げました大、東区、中区の前に大がつきます。これ昔長征時代の大金区というあざで、それの名残で大という字がついている5地域で構成してます。ポンガネ区と方言で言いますが、豊年祭が今週土日にですね、大中区の公民館で開催されますので、どうか皆さん公民館にお越しいただきまして、北部名護市の伝統芸能を楽しんでいただけたらなと思います。それでは通告に従いまして一般質問させていただきます。1、犯罪被害者支援条例および支援計画について、括弧1、制定の意義、経緯について、以下のとおり答弁を求めます。括弧1、制定の意義、経緯について、括弧2、市町村との連携について、大門2、令和6年9月18日に提出された阿波桟橋出入り口付近および本部港本部地区、括弧旧塩川地区における安全対策の申し入れについて答弁を求めます。大門3、国立自然史博物館の誘致に向けて、県の取り組みに状況について答弁を求めます。大門4、普天間代替施設建設工事をめぐる国との裁判について、次のとおり答弁を求めます。括弧1、これまでの裁判結果と知事の評価について、括弧2、すべての裁判費用額について、大門5、教育環境行政について、次のとおり答弁を求めます。括弧1、県立高校における Wi-Fi 環境の状況について、括弧2、高校生へのタブレット購入補助金について、括弧3、県立高校学生寮の運用状況について、大門6、観光行政について次のとおり答弁を求めます。括弧1、宿泊税は定率にすべきと考えるが、県の見解について、括弧2、関係団体との連携状況について、括弧3、インバウンド誘客を強力に推進すべきと考えるが、県の見解について、大門7、ジャングリアへのアクセス道路、各県道の渋滞対策について、以上を質問し、答弁を求めます。二次質問は質問責任で行います。よろしくお願いいたします。玉城デニー知事。はい、最後、薄用中がなびら、皆様おはようございます。本日も真摯に答弁に進めてまいります。比嘉忍議員のご質問にお答えいたします。国立自然史博物館の誘致に向けて、県の取り組み状況についてお答えいたします。沖縄県ではこれまで、県内外でのシンポジウム開催などで機運の醸成を図ってきており、来月には沖縄市でシンポジウムを開催することとしております。また、平成29年度から国等へ要請を行っており、
昨年度は5回の要請を行うなど、国への働きかけを強化しております。加えて今年度からは、県民に対してより具体的なイメージを示し、県民会議の設立につなげることなどを目的として、誘致にあたってのコンセプトなど、調査検討に現在着手しております。沖縄県としては引き続き、国立自然史博物館の早期実現に向けて取り組んでまいります。その他の質問につきましては、部局長から答弁させていただきます。北島智子生活福祉部長。犯罪被害者支援条例及び支援計画についてのご質問のうち、括弧1、条例を制定した意義と経緯についてお答えいたします。犯罪被害者やその家族は、犯罪により生命、身体、財産に直接的な被害を受けるばかりではなく、心身の不調や生活上の問題などのさまざまな二次的被害に直面し、困難を抱えております。県では、犯罪被害者等を支援するため、令和4年7月に、沖縄県犯罪被害者等支援条例を制定し、令和5年6月には、同条例に基づき、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するため、沖縄県犯罪被害者等支援計画を策定したところです。今後とも各関係機関と連携して、犯罪被害者等の支援に取り組んでまいります。続きまして、同じく1の括弧2、犯罪被害者等支援における市町村との連携についてお答えいたします。犯罪被害者等支援においては、警察や行政機関、司法機関、民間支援団体等と連携して対応することが重要であります。経済的、身体的、精神的な困難に直面している犯罪被害者等にとって、特に市町村は必要となるさまざまな行政サービスや各生活支援制度を実施する主体であり、支援において極めて重要な役割を担っております。県としましては、犯罪被害者等のニーズに応じた途切れない支援を適切に行っていくため、今後も市町村との連携を強化してまいります。以上でございます。前川智弘土木建築部長。2、阿波桟橋及び本部港旧塩川地区における安全対策の申し入れへの対応についてお答えいたします。阿波桟橋及び本部港旧塩川地区の安全対策については、事業者である沖縄防衛局においても検討がなされるべきものと考えております。現在、事故が起きた国道449号を管轄する北部土木事務所と沖縄防衛局との間で実務的な話し合いを行っております。引き続き沖縄防衛局と調整を行い、県警による捜査結果等も踏まえ、関係法令に基づき、県の取り得る対策を検討してまいります。次に、7、北部テーマパークへのアクセス道路の整備についてお答えいたします。北部テーマパーク開業に向けたアクセス道路の整備については、町内に設置された沖縄本島北部大規模テーマパーク開業に伴う課題等に関する連絡会議において、多岐にわたる課題への対応の方向性を確認しております。県では、地元からの要請等を踏まえ、事業者が検討した開業後の交通量予測結果に基づき、
県道名護本部線への右折帯設置に向け取り組んでいるところであります。引き続き関係部局等と連携し交通対策に取り組んでまいります。以上でございます。玉利雅人知事公室長。4、普天間基地代替施設建設をめぐる国との裁判についての中の4括弧1および4括弧2、裁判結果の知事の評価および、裁判費用についてお答えします。4括弧1と4括弧2は関連しますので、一括してお答えします。辺野古新基地建設に関連し、県と国との間で生じた訴訟は14件であり、訴訟の結果については、和解等により取り下げたものが4件、敗訴が9件、係争中が1件となっております。これまでの一連の裁判は、県が公有水面埋め立て法、その他関係法令に基づき、厳正に判断した処分等に対して、国が行った 採決など、関与の適法性について、司法による判断を求めるために提訴、または応訴したものであり、必要な対応であると考えております。また、これらの裁判に直接要した費用は、応訴費用も含め1億1,352万3,545円となっております。以上になります。半峰光教育長。5、教育環境行政についての中の括弧1、県立高校の Wi-Fi 環境についてお答えいたします。県立高校の Wi-Fi 環境については、普通教室における整備率は 100% となっており、普通教室以外の整備についても、各学校からの追加要望に基づき進めているところです。また、ネットワーク機器の増強等により、通信環境の改善も行っているところであります。家庭に Wi-Fi 環境がない生徒には、各学校からモバイル Wi-Fi ルーターを貸し出しております。県教育委員会としましては、一人一台端末を活用した授業等が円滑に行われるよう、引き続き良質な学習環境の確保に努めてまいります。同じく括弧に、高校生へのタブレット購入補助についてお答えいたします。県教育委員会においては、保護者等が購入する学習端末の購入費の一部を補助しており、購入の際には、市場よりも低価格で購入できる県指定 EC サイトを構築しております。令和5年度は新入生の約 79% にあたる11,062人に補助し、令和6年度は新入生の約 80% にあたる11,303人の生徒が補助を申請しております。学習端末を購入できない生徒には端末を貸し出しており、引き続き保護者等の負担軽減に努めてまいります。同じく括弧3、県立高校寄宿舎等の運用状況についてお答えいたします。県立高校の寄宿舎の管理運営については、各学校が主体となっており、校内の学寮委員会等を中心に運営を行っております。桜寮の運営は、北部12市町村で構成する名護市高等学校北部合同寄宿舎運営協議会が担っており、県教育委員会は当団体に対し、舎間の配置と補助金を交付しております。県教育委員会としましては、引き続き、生徒が安心して学業に励むことができるよう、教育環境の整備に取り組んでまいります。以上でございます。宮城嗣義総務長。6、観光行政についての括弧1、宿泊税を定率にすることについてお答えします。税率については、税収入を必要とする財政需要額を確保する手段として定めることとなります。従いまして、税収額は財政需要額の範囲内となります。税率設定にあたっては、行政サービスから受ける受益と税負担の観点、
納税義務者等が理解しやすい簡素な税制とすることなどに留意する必要があります。現在観光目的税制度の導入施行に関する検討委員会において税率設定の議論が進められており、定率制についても協議がなされております。県では同委員会で取りまとめられた意見を踏まえ判断してまいります。以上でございます。諸見里新文化観光スポーツ部長。6、観光行政についての括弧に関係団体との連携状況についてお答えいたします。観光目的税宿泊税については本年5月に税導入予定市町村長及び観光関連団体と池田副知事との間で意見交換を実施したところです。また8月からは観光関連団体や有識者等で構成する観光目的税の導入施行に関する検討委員会において県と市町村の税の配分など制度の詳細を議論いただいているところです。県としては納税者の過重な負担とならない簡素で分かりやすい制度となるよう観光関連団体、市町村等と丁寧に意見交換を行いながら導入に向けて取り組んでまいります。同じく6の括弧3、インバウンド誘客の推進についてお答えいたします。県では東アジアを重点市場、東南アジアを戦略開拓市場、欧米豪を新規開拓市場等と位置づけ、特に沖縄の認知度が低く誘客拡大の余地のある有望な市場に対して戦略的な誘客活動を展開しております。具体的には沖縄の自然、歴史文化、ホスピタリティ等のソフトパワーを生かす多彩で高付加価値の観光の推進を図り、リピーター獲得を図る東アジア、直行定期便が就航して間もない東南アジア、長期滞在が期待できる欧米豪からの誘客に取り組んでいるところです。以上でございます。比嘉忍議員。休憩いたします。答弁漏れ指摘してください。もう一回、マイク使って、大門2の、阿波桟橋のはありましたけども、答弁が、塩川元部地区が答弁ありませんが、確認します。今、休憩中に答弁している。阿波桟橋および元部を休憩、マイク使って、マイク。失礼いたしました。阿波桟橋及び元部港旧塩川地区の安全対策についてはということでお答えをしております。じゃあ塩川も一緒ということですか。はい、塩川も同じ答弁ということですか。さようでございます。じゃあ議長再開いたします。比嘉忍議員。比嘉忍議員。はい、じゃあそれでは再質問は大門2位からいきます。でその次1、その次3という形でいきましょうね。今部長の方から、阿波の件でしたが塩川ということもございました。6月議会において、土木委員会の方でも取り上げていただきまして、現地調査、誠にありがとうございます。
それから、これまでの代表質問、我が党の代表質問や一般質問等でもございましたが、現場の調査、視察という形で、玉城知事は現場を訪れましたでしょうか。前川智弘土木建築部長。はい、お答えいたします。知事の現場視察ですが、7月の14日に、現場の方を確認をしております。はい、篠部議員、これはどちらですか、阿波ですか、塩川ですか。前川智弘土木建築部長。はい、阿波桟橋の方でございます。はい、篠部議員、すいません。じゃあ塩川は訪れてないということでよろしいんでしょうか。ということと、はい、どうぞ知事。玉城デニー知事。はい、阿波桟橋、旧塩川港両方視察をしてまいりました。いや、篠部議員。はい、じゃあ現地を視察いただいて、どのような所見をお持ちですか。玉城デニー知事。はい、特に阿波桟橋の車両の出入り口付近を視察をしまして、安全に国道に出るには事業者において周辺の状況に細心の注意を払う必要があるだろうということを感じました。いや、篠部議員。はい、細心の注意を払う必要があります。はい、これは当然でありまして、しっかり業者におかれてもそれ細心の注意を払いながら対応されていると思いますが、それからですね、土木部長になりますが、知事にもお伺いした道路交通法第2条1項第3号の条文をお尋ねしたいと思います。休憩いたします。本部長に聞くか、待って、すみません。再開いたします。鎌谷晴之警村部長。はい、お答えいたします。道路交通法第2条1項3号におきましては、車両の通行のように供するため、縁石線もしくは柵、その他これに類する工作物または道路標示によって区画された道路の部分ということについて、これは車道であるとこのように規定をされております。伊賀篠部議員。はい、今の条文を知事も聞いてたと思いますが、これが、現場を確認しておりますと、もうその1個の条文に該当するような場所なんですね。縁石線、まさしく、車道と歩道が分かれてまして、さらに白線でされてますよね。知事、ご覧になったと思いますが、歩道と車道とで、ちゃんと歩道は5センチくらい上がってまして。遠赤線、白線でもされてます。明らかにもう車道、歩道ということが、現場で確認取れたと思います。で、これがもうまさしく車道で起こってしまった、悲惨な事故ということが今明らかになったかと思います。で、そこでですね、6月の議会でも答弁がございましたが、走行中のダンプの前に飛び出してきたと、反対派の皆さんがですね、でこれが車道か歩道か分からないとかっていう答弁がありましたけれども、今の条文で、現場はまだ捜査中でありますので、しっかりと定義されたわけではございませんが、知事もご覧になったということでありますので、この定義に、この条文に当てはまる車道であるということは認識されると思います。で、私もですね、現場確認行って、それに当たるんじゃないかなというふうに思いました。で、それから今、先ほども部長の答弁、部長の答弁ですから、しっかり知事もそのような判断、知事の代弁という形で捉えさせていただきますけれども、現場の安全対策については、事業者である沖縄県防衛局において検討がなされるべきであると。いうことで検討されて、事業者側がしっかりと安全対策をやりたいという方策を持ってきた場合には、それはもう OK、よしということでよろしいんでしょうか。前川智弘土木建築部長。
はい、現在沖縄防衛局との間で実務的な話し合いを行っております。この調整結果を踏まえ関係法令等に基づき県の取り入れ対策を検討してまいります。東信信議長、はい、検討よろしいですが、具体的にいつまで結論出して結論今決められないですか。もう大体捜査も進展していってると思います。で、現状もですね、場所もご覧いただいたということでございますので、知事もですね検討をしているという、もう6月から、去った代表質問でも一般質問でもこれまでありますが、いつまで具体的に結論出せますか。前川智博土木建築部長。はい、現在協議中でございまして、時期につきましては現時点で明確にお答えできない状況でございます。はい、東信議員。それではですね、もう結びにですね、結びというかちょっと所見述べて今度司法会に行きたいと思いますが、反対抗議、ね、反対活動の行為は否定しませんが、法律違反までしての反対行為は許容できないと思います。許されることではないと思います。知事も副知事もそういう認識されると思いますよ。道路交通法、先ほどもありました第2条1項3号で定義されております車道上で道路交通法13条の違反行為で起きた事故だと、これは私法律家ではないんですが、素人の私が見てもですね、そういうふうに認識させていただける行為だと思います。警備員にも運転手にも何の過失はございません。で、逆にその行為による、私はこのお二人、亡くなったんですが、ドライバーさんも含めて被害者だと言わざるを得ないと思います。特にドライバーさん、警察にも拘束も逮捕もされていない、これが現実でございます。それが事実の事故でございます。知事はその事実をしっかり受け止めて、防犯カメラの映像を確認して、部下である部長が見てるのに、報告は受けた、見たという報告は受けたんですが、通常でしたら中身についてもちょっとね、聞くべき事案だと思いますが、それもされていないという答弁でありますので、しっかりとカメラの映像を確認して、部下や防衛局に任せるのではなく、知事自ら危険性を判断して安全対策をしっかりと講じるように指示を出すべきだと考えております。これが県民の求めている声だと思いますので、しっかり今こそ県民の声に応えていただきたいと思っております。それでは塩川ですね、塩川、看板を設置したと申し上げておりました答弁で、内容について答弁を求めます。休憩いたします。設置した内容です。内容看板、県民の要望ですよ。7分設置されてますよ。スマホ見ていいんでしたら私が言いますけど。スマホで言いますか。問題なのか。
署下に何か署下看板設置されてますよ。これ通告されてるよね。議長。再開いたします。前川智弘土木建築部長。はい、お答えをいたします。看板、現在残っている看板でございますけれども、まあ、作業中危険と書いてありまして、本部港、かっこ本部、かっこ旧塩川地区産業拠点港、拠点港湾です。大型車両の往来があり危険ですので、作業中の立ち入りはご遠慮くださいという内容になっております。いや、忍議員。はい。立ち入りご遠慮くださいですよ。なぜ禁止にしないんですか。前は禁止の看板でした。それを外して、で、一般質問等で出てきたら設置はしましたけども、ご遠慮くださいということは、それを見た方の判断になりますか。なぜ立ち入りに禁止にしないのか、答弁を求めます。休憩いたします。ご遠慮ということは、これは静粛にお願いいたします。再開いたします。前川智弘土木建築部長。はい、港湾施設内を支障のないように歩行するというところを規制することはできないというふうに考えておりまして、立ち入りをご遠慮くださいという表示にしているものでございます。いや、忍議員、はい、そうですね、もうトーンダウンしてますよ。ですので、まあ、そういう状況で設置はしてますが、今回請願という形でもうこの事業者の方々が、もう6月議会もたくさん述べさせていただきましたが、今回も我が党の代表質問や一般質問等でも多くの同僚、先輩議員たちがやっておりますので、まあ、その答弁ではもういたちごっこという感じしますが、今後しっかり土木委員会で審議審査されると思いますので、土木委員会の皆さんよろしくお願いいたします。それでは続きにですね、犯罪者支援条例についてです。まあ、先ほど大丈夫ですか。条例、さまざまな条例、この支援計画でたくさんございますが、すべてを確認、本当したいわけなんですが、時間がございませんので、主なこの支援計画の実施、実績について答弁を求めます。北島智子生活福祉部長。はい、お答えいたします。犯罪被害者支援に係る取り組みとしましては、県の各関係部局が連携して、その施策を推進しているところでございます。生活福祉部におきましては、沖縄県犯罪被害者等支援総合窓口を設置いたしまして、令和5年度は86件の相談を受け付けております。また沖縄県犯罪被害者等支援アドバイザーを設置いたしまして、相談窓口の対応や市町村を巡回して、訪問して、市町村の出前講座を行っておりましたり、それから、犯罪被害者週間というのがございますので、まあ、そこで、まあ、各種広報啓発活動を取り組んでおります。また被害者支援を行う活動員を養成育成するために被害者支援活動員養成講座というものを年2回開催してございます。まあ、このほか各支援において部局間の連携を取りながら犯罪被害者の支援に取り組んでいるところでございますが、今年度はさらに被害者から強い要望がございました見舞い金制度の方を令和4年の条例制定から検討を重ねてきまして、本年の9月9日に沖縄県犯罪被害者等見舞い金制度を創設したところでございます。当該見舞い金は今年の4月に遡って適用されることになってございます。今後とも引き続き関係機関の窓口を通じて広報を周知して、制度の活用につなげてまいりたいと思います。以上です。いや、忍議員、議長、はい、これ条例が令和4年、それから支援計画が令和5年度から計画されております。で、この見舞い金が、60万という形で今年の9月からということで、4月に遡ってということでありますが、現時点でのこの申請件数等があるのかどうかということと、先ほど部長の答弁で、やはり市町村は極めて重要な役割を果たしているということの認識でございますので、市町村との連携が、市町村とる連携がやっぱり強く、県がリーダーシップを発揮して行っていかなきゃいけないと思っておりますが、現時点で41市町村の中で条例制定されている市町村はどのくらいございますか。北島智子生活福祉部長。
はい、お答えいたします。現在制定されている市町村はまだございません。ただ名護市がですね制定に向けて今積極的に活動を行っていると伺っております。それから先ほどのご質問のうち見舞金制度の申請はどのくらいあるかということでございますが、これはまだ申請はございません。はい、いや、篠部議員。はい、議長。はい、これもですね、やはり創設されて時期ということで、やっぱり周知徹底が必要だと思いますが、その辺の方法についてはどのようにお考えですか。北島智子生活福祉部長。はい、お答えいたします。犯罪見舞金制度をですね、せっかく作りましたので活用していただけたらと思います。その周知の方法につきましてはもうホームページでの掲載、それからマスコミの皆様の取材をお受けして、現在テレビ、新聞等で発信し していただいております。それから各市町村の犯罪被害者等の施策の担当課が全市町村にございますので、そちらの方にその要項と、市民が気軽に手に取れるようなチラシの方を置いていただいております。それから連絡協議会、加盟機関の団体ですとか、この犯罪被害者の支援審議会というのを設けておりますので、そちらの方で関係機関ですとか当事者の方も含めた話し合いの方もしていきながら、それをホームページに掲載していきたいというふうに考えております。伊賀忍議員。はい、市町村の制定されている箇所はないということでありますので、だがゆえに県の協力的なリーダーシップでその部分を全市町村で条例制定させるという形が重要じゃないかなと思っております。例えばですね、じゃあある市町村で制定されて見舞金が10万20万だった場合に、この県は60万、これは合算になりますか、それとも別になりますか。北島智子生活福祉部長。はい、お答えいたします。県の沖縄県が制定いたしております見舞金制度では、制度上、市町村などの他の自治体がそういった見舞金制度を制定した場合には、重複を制限する規定はございませんので、減額はする予定はございません。ただ、市町村の方の、条例の内容によるかと思います。篠部議員。はい、議長。はい、そういう形でありますので、やはり被害者の救済という形で、先ほども述べさせていただきましたが、この名護で起きた悲惨な事故についてもですね、こういった形でも出てきますし、各市町村での条例制定もですね、県はやってますが独自にという形でしっかりと市町村も対応できるようにですね、やっていただきたいと思います。これは他府県での事例ですけれども、この同じ箇所で起きた事件で事故事件どっちかなで、被害者の市町村によってこの条例が制定されている制定されてないという形で、いや非常に救われた遺族の方とそうじゃなかったという方が出てきたらしいんですね。そういった状況が、今の時点に置くと、どこもされてないから、県だけのという形になりますが、できればもう市町村全部 一挙にできるような形で、リーダーシップを取っていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。3ありがとうございます。じゃあ次は4、3はもう、はい、一時答弁でそのようにしっかり、すいません議長。はい、3に関しましては、もう一時答弁の通りでしっかり連携箇所関係団体と連携して取り組んでいただきたいと思います。で、4についてでございます。裁判の結果、先ほどございました県の敗訴が9件ですね。で、和解が3件、取り下げ1件で係争中ということで、1300万余りかかってきていると。言い換えれば申し訳ないんですが、ゼロ勝ですね、ゼロ勝、勝利のない裁判なんですよ。この時間とやっぱり経費っていうのは、県民の税金で賄われている、これはもう無駄遣いじゃないかなと、県民から言われるような事案だと思っております。で、休憩お願いします。休憩いたします。議長。再開いたします。はい。東信議員。はい。で、
知事はその結果が出るたびに、この裁判、判決を否定したりですね、そのような発言しておりますが、もうちょっと時間がありませんので、知事は以前は衆議院議員でありました、ね、衆議院議員、立法府ですよ、裁判の裁判長の皆さん方は、その法律に基づいて判決を下す、その法律を制定するような立法府に身を置いた経験のある知事がこのような発言されると、自身の昔、過去を自分自身で否定しているようなことにつながるんじゃないかと、県民から懸念があります。かつ、その時代に一緒にいた同僚や仲間たちをも否定している、立法府の経験もある知事がですね、このようなことは、非常に県民から首をかしげるような状態であるということを指摘させていただきたいと思っております。今後ですね、今後はこのような一勝もできない、負けてばっかりで、予算の無駄遣い等は本当におやめになった方がよろしいかと思っております。よろしくお願いいたします。それから5番ですね、学校行政、普通教室は 100% ということでしたが、特別教室への割合についてはどれくらいになっておりますか。半峰充教区長。お答えします。特別教室の Wi-Fi 環境整備率については、令和6年3月時点で 68.1% となっております。はい。いや、忍議員。はい。それとタブレットの購入が実績がございましたが、この補助金額の答弁、それとタブレット1枚あたり購入金額はおいくらぐらいになりますか。タブレットの金額と補助金、補助額。半峰充教区長。はい、お答えします。補助金については、1人当たり1万5000円となっておりまして、この EC サイトで扱う端末については、3機種ございまして、まず1点目、クロームブックが2万9660円、これは購入補助金を差し入れた額であります。iPad プラスキーボードにつきましては5万4080円、Windows につきましては4万4730円となっております。吉野部議員。はい、補助金額を抜いて、2万、4万、5万という形になりますので、もうちょいこの補助額が上げられないかなという保護者の方からの要望もございますし、その辺は財源の観点もあるかと思いますが、子どもたちを拾うという観点からですね、しっかりまた検討していただきたいなと思っております。それから寮に関する給食なんですが、それぞれの管理する学校直轄とか、先ほど納言桜寮は12市町村組合という形になりますので、そこに働きかけてですね、保護者からの対応をしていきたいと思っております。あと剣道ジャングリアについては、今回、補助金で補正されてまして、しっかりとまた対応していただくと思いますけれども、地元という、地元の皆様とという形で、この地元は名護市、那紀神村元部長という形でよろしいですか。前川智弘土木建築部長。はい、お答えいたします。町内に設置しております連絡会議の交通対策部会におきまして、参加しておりますのは名護市および那紀神村の担当者ということになっております。いや、忍議員。はい、はい、もう時間がございませんので、はい、名護市と那紀神村、今後もこの泉線だけではなく、他のアクセス道路の件もございますので、しっかり地元の声を拾い上げて、対応していただきたいなと思っております。県道に関しましては、先日、南城市の大型店舗もございますので、そこ辺も周辺全部県道という形でございますので、北部だけではなく、南部においても整備がされていきますように、お願い申し上げまして、終わります。ありがとうございました。